そして偶然ではあるんですけれども、本日でなんとマリオカートが発売してからちょうど30周年というめでたい日ですよね。この時にね、そうたまたまです。知ってたんじゃないの？マジかよ。もともとはこの大会8月20日に開く予定だったんですけれども、高田さんが旅に出るというんでリスケしました。よろしくお願いします。20日にやっといてほしかったよ、こっちはコロナになったから。確かに。はい、そして、そういえばマリオカート発売30周年と同日だったのは偶然ですか、たまたまですか？たまたまです。あの開会式で同じこと言ってるんやけど、たまたまっていうのはもともとは8月20日なんですよ。アマースマリカ杯を予定してたのってもともとね。皆さん覚えてますか、8月20日って何があったか。そう、高田さんたちが旅に出ました。もうあの誘った時にその旅企画がもう決まってて、じゃあリスケしますって、1週間後にリスケしました。偶然です、マジで偶然。だからオープニングで高田さん言ってたよ、いやいや8月20日に開催してくれてたら俺コロナかからんかったのにって。面白かったね、あれ。いや、もしかしたら30周年と被ったのは高田さんのおかげかもしれんね。いや、てかね、あの畑さんとも話してたんやけど、高田さんってどうなんやろ、出てくれんのかなっていう不安があったんすよ、俺ら運営サイドって。まあこれ後語りでまた同じことで喋ると思うけど、前回体調が悪かったのもあってさ、もし高田さんあんまり楽しくないのに無理に参加してくれてたらどうしようっていう悩みが俺たちの中にあったんやけど、結構ちょっと楽しそうにやってくれてて、練習配信とかもしてくれて、ちょっとね内心嬉しかったです。参加してくれるんやと思って。